ボンネットなんですけど、めちゃめちゃ水のシミがついちゃってますね。で、水道の水をかけて拭かないで乾かしちゃったらしいですね。これは雨とかではなくて水道の水なんです。これのダストトリムーバーをクロスに取ってやります。取れるといいんですけどね。よかった、取れましたね。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズの村上敦史です。こちらがまだ新車で、コーティングでご入庫してくださった日産のエクストレイルなんですけど、これボンネットなんですけど、めちゃめちゃ水のシミがついちゃってますね。これボンネットだけじゃなくて全体的に水のシミがついちゃってるんですよ。これ何でかっていうと、こちらのお客さん、ご入庫までの間にちょっと車が汚れてしまって、このままにしておくのはちょっと我慢できないなと思って、でも変に洗って傷つけちゃうのも嫌だなと思って、水道の水をかけて拭かないで乾かしちゃったらしいんですね。で、多分こう皆さんこういうシミがついたら、なんでこんなシミがついちゃうんだろうとか思うと思うんですけど、これは雨とかではなくて水道の水なんです。こういうふうにね、水道の水の成分が、ピントが合わないですね、水道の水の成分が残ってシミになっちゃうんですね。じゃあこれちょっとウォータースポットリムーバーで取っていってみます。はい、これウォータースポットリムーバーをクロスに取って塗ります。取れるといいんですけどね。取れるっぽいね。うん、何回かやれば。まあ、最近ウォータースポットリムーバーすごいたくさんお買い上げいただいていて、みんなこんなにシミで悩んでたんだなと思うんですけど、つけないのが一番ですから、シミはつけないようにした方がいいと思います。僕自身は、僕のルーテシアはこうやってウォータースポットリムーバー使うのは1年に1回もあるかないかぐらいなので、普段からシミをつけないようにするのがいいと思います。一発目で取れてんじゃない？簡単に。と思うけど。一応、うん、念には念を入れて。で、このウォータースポットリムーバーの水分をしっかり一回拭き取ってあげます。最後にしっかり水で流すんですけど、まずはこの液体をしっかり拭いてあげれば、次の部分に進んでいきます。よかった、取れましたね。でもこれ本当に水道水かけちゃってるから、本当細かいところまで全部染みついちゃってるんで、ここもすごいな、染みがついちゃってるんで、やっぱり細かいところまで全部きれいにするのは大変なので、シミはつけない方がいいと思います。はい、こんな感じでスパッときれいになりましたね。ついてすぐのシミってこともあるんで、今回は取れてよかったですね。水分を拭き取ってあげます。うん、すごい。まず最初ウォータースポットリムーバーを塗り伸ばして、もう取れてそうな気がする。反応させて、
塗り伸ばしてる時の後でシミがあるかないか分かりますからね。はい、こんな感じでシミが取れました。ということで、もしシミがついちゃった皆さんはこんな感じで、ウォータースポットリムーバー使って、まあ、取れない時もあるんですけどね、ひどくなると取れるといいですね。取れると思います。はい、もしよければ高評価とチャンネル登録お願いします。